ハートブリッジパーソナルトレーナー兼フィットネスインストラクターの吉岡です。今日もブログをご覧くださって誠にありがとうございます。昨日に引き続きなんですが、昨日は肩の関節のチェック法とエクササイズ、今日は股関節の、チェック法とエクササイズをご紹介していこうと思います。それでは股関節のチェック法です。昨日と同じように壁にかかととお尻と肩と頭の後頭部をつけます。この状態で手は体の横に添えてもらって足を閉じます。ここから足を片足ずつ上げていく、足を片足ずつ上げていく、はい。この時もですね、指のこの半分ぐらい、手のこの辺に入るぐらいですけど、これがスポンって入ってしまいすぎると良くないですね。ちゃんとこの状態でしっかりこの辺ぐらいまで入るように埋めます。その状態から体のバランスが、崩れてしまわないように足を持ち上げる、足を持ち上げる、はい。でこの時、例えば足が上がりませんっていう状態であったりとか、あとはとってもこう体を歪ませて上げてしまうっていうのはとても良くないです、はい。ちょっとこれをチェックしてみましょう。いかがでしたでしょうか。股関節の動きが、例えばその上がりませんという形であったりとか、体のバランスが崩れますというふうになったときに、考えられるのが、やはりこの股関節の可動性というのが、低下している可能性があるんですね、はい。なので、その股関節の可動性を向上させるために、周りの筋肉の柔軟性をつけていきます。まず1つ目、ももの横の筋肉、この部分が非常に硬くなっている可能性がありますので、このローラー、ストレッチポールでもいいですし、こういったローラーがあればこれを使います。一通りこんな感じでスーッと動かしてもらって、あ、ここが痛いなっていうところがあれば、痛気持ちいいところでじんわり動かします。これが例えばゴロゴロってやってしまうと、あまり良くないリリースになってしまいますので、本当にじんわり動かしましょう。これは大体 1,2 分ぐらい左右行います。そして、ここからは骨盤の前傾と後傾、前に倒れているか後ろに倒れているかでちょっと変わってはくるんですけども、もし、前に倒れている場合は前の筋肉をほぐします。こんな感じで体はまた、床と平行にしていただいて一通り動かします。またこれも痛気持ちいいところでじんわりと1、2分ぐらい動かしていきます。そしてもし余裕があれば、ちょっと片方の足の斜め前ぐらいにこれを当ててもらって、同じようにじんわり動かす。そして痛気持ちいいところでじんわりこの部分を、さらにほぐすという形で 1、2分ぐらいやってみましょう。そうすると非常にこの足周りの筋肉がほぐれて、足の前側の筋肉がほぐれていきます、はい。そしてもし骨盤が後傾、丸まっている状態の場合はお尻をほぐします。こんな形でお尻にボール、もしくはローラーを当ててもらって、ゴロゴロと一通り動かします。あ、ここちょっと気持ちいいなというところで少しじんわりと動かしましょう。これもだいたい 1,2 分ぐらいほぐします。左右ほぐしてもらったら、今度はももの裏です。こんな形でローラーでやってもらって、同じようにじんわり動かします。あ、少しここをほぐしたいな、気持ちいいなっていうところがあれば、そこに止まってもらって、ちょっとこう体重を二重にしながらじんわりと動かします。これも 1,2 分ぐらいやっていただくと、非常にももの裏の筋肉、もしくはお尻の筋肉がほぐれてきたりするので、骨盤が丸まっている状態の方はこれをやってもらうと非常にいいです、はい。ではリリースまで終わったら、今度はアクティブなストレッチをしていきます。骨盤が前に前傾している、ずっと前に倒れてしまっている方は、ももの前、ももの付け根の筋肉をしっかりと伸ばしてもらうといいです。エクササイズとしては、足をこんな感じに前後に開きます。そして、左足を右手で掴んでいただいて、少し前の方にグーッと突き出た状態、
少し左のお尻、今僕の状態では左のお尻の筋肉をキュッと締めてもらった状態で前に出ると非常にももの前、ももの付け根が伸びやすくなります。この状態から地面をグッと押して体の回旋をして3カウント、1、2、3、そして戻して2回目、2、2、3、そしてラス、3回ですね、3、2、3という形でこれを6回行っていきます。左右行っていただくと非常にこの筋肉が伸びて、その骨盤が前に倒れている状態を改善することが可能になってきます。そして骨盤が後傾になっている場合のエクササイズです。後傾はこの骨盤がこう前後ろに倒れてしまっている状態が骨盤後傾という状態になるんですけども、その場合お尻の下の方とかももの裏の筋肉、ここが硬い可能性があるので、その部分の筋肉を伸ばします。クラウチングスタートの体勢になってもらって、この状態からゆっくりと息をふーっと吐きながらお尻を上げます。でこの時につま先を持ち上げて、ももの前の筋肉をぎゅーっと力を入れます。そうするとももの裏の筋肉がだいぶ伸びてきます。息を吐きながら3カウント、1、2、3、2、2、3、3、2、3という形で3カウントずつを6回やってもらって、左右行ってみましょう。はい、今のような形でエクササイズをしていただくと非常にその先ほどやっていたチェックとかも、足が上がりやすくなる可能性が高いです。プラス、股関節の可動自体が良くなってくるので、股関節からつながる膝であったり足首であったり腰の筋肉、腰であったりとか、そういったところの怪我というのがすごく少なくなってくるんですね。ぜひチャレンジをしてみてください。